ガモウジサト、ガモウは、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。はじめ大ー日野上城主、次に、伊勢松坂城主、最後に、道のく黒川城主。ガモウカの三男、着男。署名は、府シュ秀、安秀または則秀。キリシタン大名であり、先例名はレオン、またはレオ。子に、ガモウヒデユ氏は、 藤原秀里の系統に属する鎌倉時代からの名門であったという。大御国家毛群日野に六角上帝の重臣、ガモ方秀の三男として生まれる。陽名は、鶴千代と名付けられた。禄十一年、1568年、観音寺城の戦いで、六角氏が滅亡すると方秀は、鶴千代を人質に差し出して、織田信長に侵入した。千代とった信長は、 ガモウが、四足目つけつねならず、ただものにてはあるべからず。我が婿にせん、カモウの息子の瞳は、他のものと違う。普通のものではあるまい。私の婿にしようと言い、自身の事情をめとらせる約束をしたという、ガモウ自作とき。鶴千代は、岐阜の随流寺の前奏、南下、元教に指示し、儒教や仏教を学び、斎藤と三の勧めで武芸を磨いた。 岐阜城での元服の際には信長自らが、江ぼしおとなった、壇上中心長の、ただしの文字を与えられ、中座不老不襲と名乗る、以降、一部を除いて、宇寿里に統一する。永六十二年、1五百六十九年の南伊勢、大川地上の戦いにて14歳でウ人を飾る。戦後、信長の事情をめとって、日野に帰国した。なお、 この妻の実名は不詳であり、冬姫とするのは、明らかな孤独である。元気元年、1570年4月、宇治里は父、片秀と共に、柴田勝家の寄木となり千余木で参陣し、浅倉氏を攻め、同年に統治業が安堵され、陰心町、5510国の領地が活用された、加茂文武記、宇治里記。その後、同年7月の姉川の戦い、 元気2年、1571年の第一次伊勢、長島攻め、元気4年、1573年4月のナマズ工場、攻め、天正元年、7月28日に、元気から天正に、開元8月の朝倉攻めと、小谷城攻め、天正2年、1574年の第二次伊勢長島、攻め、天正3年、1575年の長島の戦い、天正6年、 1578年からの有岡城の戦い、天正九年、1581年の第二次、天正伊賀の乱、肘山城の戦いなどに従軍して武功を挙げている。天正十年、1582年、信長が本能寺の変により自陣すると、宇治里は安土城にいた片秀と連絡し、城内にいた信長の一族を保護し、片秀と共に、 巨城、日野城、中野城へ走って、乗り物五十丁、倉月馬百頭、天馬に百頭を支度して、明智光秀に対して対抗姿勢を示した。光秀は、明智光春、武田元明、京極工事らに、大江の長浜、沢山、安土の各城を攻略させ、次に日野行為に移る手はずだったが、直前に山崎の戦いで敗死した。同年、 家徳を相続する。その後は清須会議で優位に立ち、信長の統一事業を引き継いだ、橋場秀吉、豊臣秀吉に従い、天正十一年、1583年の静ヶ岳の戦いでは、橋場秀長のもと、峰城をはじめとする、滝川一正の期待勢諸城の攻略に当たった。戦後、亀山城を与えられるが、自身は入城せず、家臣の関森信を置いた。 天正12年、1584年、小牧、長久手の戦いでは3月に、滝川和松、浅野長吉、甲賀州等と共に、峰城、4月に、時城、5月に、加賀野井城を攻めた。特に加賀野井城攻めで老城州を殲滅するなどの、先行を挙げる。同年8月の菅瀬合戦では宇治里は、敵の侵入を知らせる銃声を聞き、軍勢も揃えず、 松ヶ島城外に打って出た。敵の木造師は、宇治里の行動を熟知しており、鉄砲で狙撃したため、ナマズオカブトに弾丸が三つも当たったという、宇治里期、勢い集軍期。その後は、別動隊として、橋場秀長らと共に、織田信を監視し、橋場軍撤退の際は殿を務めた。戦後、伊勢松ヶ島十二万国に数を、天保となり、秀吉から、 橋場の名字を与えられる。ルイス・フロイスのヤソ会年報によると、この頃、大阪にて、キリスト教の洗礼を受けるとあるが、16、17世紀、イエズスカイ日本報告書には、天正13年、1585年に、大阪で、オルガンティノラ洗礼を受けレオンの霊名を称したとある。天正13年、1585年の奇襲性罰。 第二次大田城の戦いや富山の役にも参戦。この頃に、府州から宇治里と名乗りを改めているが、これは、州吉の意味名の一時を下に置く、府州という名府村であろうという気配りからであった。天正十四年、1586年、十四位下、自重に任じられる。天正十五年、1587年の九州政伐では、前田利長と共に、 熊井久氏が守る岩石城を落とす活躍を見せた。天正十六年、1588年には、伊勢国伊高軍、八川省四五百森、良いほの森で、新城建築のための縄りを行い、松坂城を築城。寺院を町の外側に置き、町筋を直線ではなく、角を要所に作って一度に、多くの敵兵が攻め込めないようにし、松ヶ島の武士や商人を、 強制的に移住させて、城下町を作り上げ、同年四月十五日、西洋院した左近江少将に任じられ、豊臣生、本生を歌手された。天正十七年、1589年の宝光時代仏殿の石組工事で、五条京、大門門石用の二軒四方の石を、大見国王大津の三井寺野から切り出して、重臣たちが笛や太鼓で表紙を取って京都まで運んだ。 その石は、諸大名が運んだものの中で最大だったという。天正十八年、1590年の小田原征伐では、内地にを覚悟して、肖像画を残して出陣した。二ら山城を落とした後、小田原城包囲軍に参加。包囲中、7月2日の夜に、敵将の大田志望から野襲を受ける。この時、宇治里は陣を回っていたため、甲冑を切る余裕がなく、 近くにいた北川平左門の甲冑を借り、たった一人乱戦の中で槍を抱えて敵の背後に回り、敵兵を次々と撃ったという。戦後に三階菅傘の馬印の使用許可を得た常山治武丹。一連の統一事業に関わった項により、天正十八年、五百九十年の欧州市沖において、伊勢より道の区国会津に違法され四十二万国。 後の県知、加蔵により91万国の大量を与えられた。これは、欧州の伊達政宗、合図は、伊達政宗の丘陵を抑えるための配置であり、当初は、細川忠興が候補となったものの辞退したため、宇治里が封税られたとされる。また、小田原地産によって改易された、下津家小山市に代わって、藤原秀里の着流となり、鴨森つづるから三島の左友へに変更した。 秀吉は黒川城を出発するに際し、宇治里と木村義清を召し出し、両人の手を左右の手に取って、今後、宇治里は義清を子供弟とも思い、義清はまた、宇治里を父とも主とも頼み、京都への出資はやめて、時々合図に参勤し、欧州の非常を警護せよ。もし京都放棄のことがあれば、宇治里は、伊達政宗を督促して先陣させ、 宇治里は後人に続いて、非常の変に備えよと悟したという。合図において、宇治里は獣神たちを、領内の市場に城代として配置した。そして、黒川城を、鴨群軍流の縄張りによる城へと改築した。七僧楼の天使を有する、この城は、宇治里の陽名にちなみ、菅母家の舞鶴の家紋にちなんで、鶴ヶ城と名付けられた。追記と同時に、 城下町の開発も実施し、町の名を黒川から若松へと改めた。若松の名は、出身地の大見日野城、中野城に近いうまみ、岡和田向神社、現在の滋賀県加茂郡日野町村井にある神社、加茂氏の氏神の参道周辺にあった若松の森に由来し、同じ九領土であった松坂の松という一文字もこの松に由来すると言われている。宇治里は、 会津の領民にも改修を進め、会津若松市内には、天使神社という教会跡があり、市場の置かれた稲葉城にはセミナリオがあったとされる。宇治里は農業政策より商業政策を重視し、給料の日の松坂の商人を若松に招兵し、定期史の解説、楽一楽座の導入、手工業の奨励等により、江戸時代の会津藩の発展の礎を築いた。 以降は、伊達政宗と、たびたび対立しながらも、天正十九年、五百九十一年の火災、大崎一期、この際秀吉に対し、政宗が一期を先導しているとの告発を、行っている、久野平正美の乱を制圧するための遠征を行う。加茂軍の遠征は、十0番内市十三番に、編成された軍勢が、一斉に、会津若松を出陣するのではなく、先発部隊が、 奥大道を北上し、宇治里本隊が後から追いかけるような皇帝であった。遠征軍の夫人は、先人が若松城より奥大道に近い位置にある市場主の部隊へで構成されていたのに対し、宇治里本隊を固める後陣は、会津周辺の城主層で編成されている。このように、川の成果中の全勢力を上げての出陣とも言われる、遠征軍の夫人は、 市場の配置とも密接に関わっており、平時の領内の市場、白ちの配置がそのまま戦時における、遠征のための行軍にすらどしている。同年十二月、十三未三儀に任じられた、お湯天井日記、もう年家文章。文禄元年、1592年の文禄の役では、非前名古屋城へと参陣している。この陣中にて体調を崩した宇治里は、文禄二年、 1593年11月に合図に帰国したが病状が悪化し、文禄3年、1594年春に養生のために上落し、10月25日には秀吉を、はじめ初代名を招いた大きな宴会を催した。しかしこの頃には、病状がかなり悪化して、誰の目にも宇宙里の重病は明らかで、秀吉は前田利家や徳川家康にも名のある医師を、 派遣するように命じ、自らも、真瀬原作を派遣している。文禄四年、1595年2月7日、富士見の加茂屋敷において、病死した。去年40。ガモ家の家督は、家康の娘との縁組を条件に、着死の秀行が継いだが、家内不穏の動きから宇都宮に移され12万国に、憲法された。 厳しい人物だったとされていて、以下のような逸話がある。以下に、重心の欧州領内の市場認知、国高の変遷を記す。過信、五十恩順、は、上記上手。豊臣秀吉、宇治里記や石田三成、石田軍記、可能性水記などによる、毒殺説もあるが、下記の理由により否定されている。秀吉は、宇治里の治療にあたり、 瀬役員全州が医師団を指揮し、マナセ原作1、カモメ研修トラを長老格とする9名の医師団による臨番治療を行わせた。マナセ原作が残したカルテ医学転生期には、文禄の役へ出兵の途中、文禄2年1593年に名古屋城で発病し、文禄4年1595年に没死するまで3年間、 わずらい症状が出たと記されている。腹水が溜まり、顔面や手足に浮腫ができるといった兆候から、宇治里は今でいう直腸癌だったと推測されている。他に死因として肝臓癌が挙げられている。限りあれば吹き寝土花は散るものを心身近の春の山風、風など吹かなくても、花の一生には限りがあるので、いつかは散ってしまうのです。それを、春の山風は、 なぜこんなに短期に花を散らしてしまうのですかこの歌は、自己の創生を担ったものである。祇園難解、高田露伴の著作にこの句の表尺がある。また、山田風太郎は、人間臨終図鑑の中で、この句は、戦国武将の絶唱としては白尾であると評している。近年、大場委員にある墓を発掘したところ、刀を抱いた形で埋葬されていたことが判明。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。